自分が思い続けることも大事だし、それから、支えてくれるその温かさを感じることも大事だと思って曲を書きました。今日はですね、ビューティフルワンダー、素敵な名前、これはあの美人とかそういうことではなくて、もちろん美人の方もいらっしゃいますけど、自分の中にある奇跡を信じる、それが美しいっていうイメージでビューティフルワンダーっていう名前を付けさせていただきました。で、私たちはあの社会的に女性がもっと活動できるように、活躍できるように、自己表現とコミュニケーション、これ体簡単なことなんですね。障害のある方たち20年間ワークショップやったりとか、東京大学の方で非常勤講師とかやってますけど、やっぱり体が資本で、体のことをわからないといくら考えてもこの先はない。で、そういう先駆的なことをやらさせていただいているこの栄区、素晴らしい区ですね。はい、もうあの私はその他に栄区体操っていうのをやってるんですけど、栄区ってもちろん皆さんご存知のように自然が豊かだけど世界的に先駆的なことをやっているという、この区で、今日もあの皆さんと一緒にお会いできて、参加できて大変光栄に思っております。